よ。あ、情けねえ格好だな、龍二。って、俺も人のこと言えねえけど、なんせ初めてエデン症候群が治った奇跡の人だからな。俺は騒がれちゃってもう大変だぜ。この勢いじゃ将来ドキュメンタリーとか作られちまうかもな。奇跡の人今井千歳なんつって。毎日検査検査でもう大変だぜ。看護婦さんが可愛いのだけが唯一の救いっつうかなんつうか。あいつらがずっと頑張ってくれてたんだぜ、俺たちのためにさ。だっせえ兄ちゃんだよな俺たち。まったくだ、千歳。ん？すまなかった。いいってことよ。ダメだ、どの手を使ってもログインできない。こんな大規模なエラー初めてだぜ。わけがわからねえよ、なんだってこんなことになっちまったんだ。暴走したイーターピットがエリカを取り込んで独自の形に変化を遂げたの。変化したイーター、仮にイーターレギオンと呼ぶね。エリカの改造が進めば、あれはそう呼ばれるはずだったみたいだから。呼び方なんかどうでもいいってのは。イーターに侵食されたのはお嬢だけじゃなかったのかよ。なんだって、そのイーターレギオンはエデンの侵食を始めたんだ。エリカが言うには、あのイーターはエデンにある接続部を通ってデジタルワールドへ行こうとしたみたいなの。でも変化したレギオンの姿では入り口を通り抜けられず、手当たり次第に辺りの空間を侵食し始めた。このエラーはその結果なの。寸出のところでエリカが強制ログアウトさせてくれたから、私たちは無事で済んだんだよ。エデン症候群の患者が増えた気配もないし、他の利用者もまとめて助けたってわけか。くそ、言いたかねえけど、ちょっとは自分のことも考えろっつうの、お嬢。あれは、ったく、こんなバカ兄弟。何やってんだよ、リュウジ。決まってる、エリカを助けに行く。バカ野郎、そんな体で外になんか出られるわけねえだろ。止めるな、俺の責任だ。俺はエリカの兄でいることを投げ出した。それなのにあいつは、こんなどうしようもねえ兄貴を助けるために命まで駆け上がった。助けるためだけじゃねえ、俺はエリカに詫びを入れなきゃいけねえんだ。それで今度はお前が無理して倒れるってのか。おい、いい加減にしろよな。お前ら兄弟は本当にさ。なあ、お前も止めてくれよ。は？何言ってんだよ、止めろっつうの。いいのか、そんな生きがってる場合かよ。ユージはまだ戦える状態じゃねえって。バカ野郎。ねえ、ああもうしゃあねえな。わかった、わかりましたよ。この
どうしようもないクソバカ野郎どもが。行くか、俺たちの仲間を助け出しにさ。一つ、三文芝居終わった。水さすね、お前。俺たち今すごく気持ちよくまとまったところなんですけど。だって聞いてるだけで恥ずかしいんだもん。青春の1ページって感じでさ。